番危ないボールとすればやはり半速球の甘いボールだと思うんで、でもストレートに関しては140半ばから後半投げれるピッチャーですからね、思い切ってインサイドの厳しいところに速いボールを見せていくのがいいと思いますけども。ライトへ打球だ、糸井、歓声大きくなりました。スタンドイン、今季3度目のスタメンで見事な先制ツーランホームラン、第3号のホームランです。完璧でした。糸井、矢野監督の起用も大当たり。今のもちょっと反則球なんですね、ちょっと落ちるボールなのかな、ちょっと落ちきれないところを打たれましたのでね。伊藤はこれ何を書いたのかという話、今他のメンバーの声も聞こえましたが、糸井、A から Z まで全部書いたような、ね、感じでしたが、これを、まあ、2ボールからというところもありますが、